福音主義神学は学問の一分野である。福音主義という概念は宗教改革によって誕生したルター派、改革派教会に結びついている。福音主義神学は旧約聖書学、新約聖書学、教会史、組織神学によって構成されている。宣教学、教会法、その他の科目が加えられることもある。宗教改革の教会に関する神学として、 福音主義神学は刑事の資料としての聖書、初代教会とその神学的伝統の上に成立している。福音主義神学において、聖書の記述と伝統的信仰理解関して、保守派からリベラル派、批判的見解を持つ神学者たちが存在している。神学研究は他の学問書部門と対論を試みている。神学形成の本質的働きは、 キリスト教会の諸活動を支援することである。中敏原大学福音主義進学部、福音主義のイヴァンジェリッシュという形容詞によって思い起こさせるのは、まず新約聖書であり、同時に16世紀の宗教改革であるとカール・バルトは語っている。また、岩波書店の岩波読話辞典において、イヴァンジェリッシュの最初の意味は、福音の福音書に基づく、である。 二番目の意味が、信教の、福音主義の、である。マルティン・ルターは聖書を読み直すことによって、福音を再発見することになり、それが結果として、宗教改革につながったのである。従って、イヴァンジェリシー、福音主義神学は、イスラエルの歴史文書に隠されている源泉から出て、新約聖書の福音書記者、使との書物の中に初めて現れてきた進学であり、 その後16世紀の宗教改革において新しく発見され受け入れられた進学であるとカール・ワルトは定義している。福音主義神学は一方では歴史学の方法論を用いて歴史的問いに取り組んでおり、他方では古典文献学の方法論による聖書釈議を行っている。加えて、教会の諸活動に対応する実践神学において心理学、社会学、 教育学と他の人文科学書分野の方法論を用いて取り組んでいる。さらに、キリスト教信仰と道徳、倫理という根源的問いを幅広く取り上げている。組織進学において、哲学と自然科学と常に対論を行っている。その場において、絶え間のない学問的検証が行われている。福音主義進学は牧師を目指す。 神学部の学生たちに必要となる理論的学識を伝えることによって組織としての教会に使える。しかしながら、福音主義神学は教会を批判しながら退治する働きを持ち、単なる共同職には甘んじない。これこそがドイツ語圏の福音主義神学が神学校ではなく国立大学神学部で行われる理由の一つである。 神学部の教員たちは教会に従属するのではなく、常に教会から独立した存在でなければならない。近現代のドイツ語系福音主義神学を形成した代表的神学者。福音主義神学部の基礎過程において、最初に2学期に、ヘブライ語、古典ギリシア語、ラテン語の習得が求められる。ギリシア語とヘブライ語は神学を主専攻にする場合は、必修になるが、 進学を副専攻にする場合は、必修科目にはならない。古典語理習と並ぶ基礎知識として5つの科目、旧約聖書学、新約聖書学、教会史組織進学、実践進学が開講されている。第一次進学試験受験まで12学期を受講する。学生は、初級ゼミナールと演習にも出席し、講義内容をより深め、 神学研究の方法論を習得する。加えて人文科学全般の関連講義にも出席し、神学研究を外観する能力を得るようにする。聖書に関する適切な知識は聖書学に取り組むことで習得する。この修行期間中において、神学の関連領域である哲学的課題に取り組む。自身の信仰と神学に関する問題設定は短期間では得られない。 進学と自身の生き方は密接に結びついているからである。進学への意思とその方向性設定が大きな役割を果たすことになる。基礎課程は中間試験を受けることによって終了する。福音主義進学部の本課程において、基礎課程において習得した知識を深め、独自の研究テーマを見つけることが重要である。このような研究能力は基礎課程での修行目標を達成し、 自身の進学的考察力、判断力を形成することで得られる。福音主義進学部中間試験終了後に、教会共同体でマインデでの実習が、進学教育課程に組み込まれる。4週間から6週間の教会共同体実習によって、進学部学生は、牧師としての日々の職務を知る。本課程において、講義と中級ゼミナールで、学生は、 研究に洗練し、進学処分野における問題設定を進化させる。本課程において自身の進学的立場を決め、進学全般に及ぶ専門的知識を習得することが学生に課せられる。研究発表、ゼミナールでの議論、学生集団における研究活動によって修行を補う。宗教学試験が、この修行期間中に課せられる。 本課程での通常修行期間は4学期と2学期の古典5学期になる。本課程の終了時に試験準備期間が設定される。福音主義進学の基礎。本課程は第1次進学試験に合格するか、ディプロームに合格することで終了する。その段階でマギステルを得ることも可能である。宗教科教職課程を専攻する者は第1次国家試験に合格することで、 福音主義進学部の課程を終える。牧師人用希望者は、第一次進学試験を受け牧師部人用資格を得る。ことで本課程が終了する。牧師補に任用された者は、教会共同体で牧師の職務を学びながら、第二次進学試験を受け、牧師の人用資格を得る。牧師補の一部は、教会共同体で日常業務につきながら、 約4から10学期間の学習過程に属して、博士論文の執筆し、進学博士号取得を目指す。進学研究者を目指す者は指導教授の下で、大学教授資格ハビリタツン試験を受け、合格した者が進学部教員になる資格を得る。福音主義進学は、教義と信条を言及するだけでなく、宗教改革の発展に特色づけられている。とりわけ、 マルティン・ルター、フルドリッヒ、ツビングリ、フィリップ・メラン・ヒトン、ジャン・カルバンらが代表的存在であった。特に信仰における義人は福音主義の中心的テーマになっている。加えて宗教改革はスコラ神学の不十分さを強く意識した上で神学の重点を聖書そのものに向けさせた政法教会は、いわゆる教派化によってルター派、 改革派教会とローマカトリック教会に分かれた。その際、聖公会は重要な存在として、カトリシズムにも、福音主義教会にも属せずに、中間派として重要な存在になった。1648年に30年戦争は、ベスト・ファーレン条約締結によって終結した。経験主義と啓蒙主義が交流した時期において、宗教改革以来の伝統を受け継いできた。 福音主義教会は根源的批判を受けた。そこでは進学そのものに対する根源的な厳しい批判が生じていた。啓蒙主義の哲学者たちから信仰告白の根底事項と神の掲示を知り得る唯一の資料としての聖書への問いが出されていた。ヘーゲルとフリードリヒ・シュラヤマハーが1810年に新設されたベルリン大学教授に就任し、福音主義進学に 大きな影響を与えた。フリードリ・ヒビル・ヘルム3世が命じたルター派と改革派による合同協会プロイセン福音主義協会の設立も特筆すべき出来事であった。それ以降、ドイツの福音主義進学部はルター派が主流であっても、改革派進学の講座、教授も並存する形態に変化した。第一次世界大戦後、スイス人改革派進学者のカール・バルトの 弁償法神学がルター派にも大きな影響を与えた。ドイツ語圏の重要な神学教育機関は19世紀、初めまでルター派と改革派の間で分かれていた。とりわけ、改革派神学部に関して、今でもオランダとその周辺国に関してはその体制が継続している。ルター派に関しても北欧諸国においてルター派神学部が存在している。 イングランドとスコットランドにおいて進学は独自の発展を遂げた。欧州のカトリック系大学では進学部以外でも福音主義進学に関する本格的な講義。演習はピウス四世の教皇直書の指示によって一部の例外を除いて行われていない。ドイツ語圏では大学入学以前のギムナジウムでも古典語教育が行われゲレールテンシュ修レと呼ばれる。 大学入学準備教育を主に行う学校も存在している。大学進学部での講義と論文は18世紀までラテン語で行われ、博士号取得のための論文は19世紀でもラテン語で記述され、交換されることもあった。中理比大学進学部研究組織として講座制を採用している場合、福音主義進学部は、旧約聖書学部門、新約聖書学部門、 教会誌部門、組織進学部門、実践進学部門、宗教学部門に分かれて研究、教育を行う。以下はドイツ語圏を代表する中民元大学福音主義進学部の講座一覧である。ありがとうございます。